ははいこんばんば今ね、秋葉原にいるわけなんですけど、あのね、表参道の撮影が終わったあとね、ちょっとね、終電がもう過ぎてまして、その時点で,で、もうね、始発に乗ってね、秋葉原でね、図書館ピクミン探しをね、やろうかなって思ってまして、そうまだ僕、全然図書館ピクミンね、揃ってないんですよ。あの出るには出るんですけど、青ばっかり出てしまって。 被りがすすごいんですよねだからねこの判定がね異常に広いんですよでそれで秋葉原ってねなぜか知らないんですけど本の判定が、ね、非常に広いこの前神保町の動画を上げたばっかなんですけど神保町と同じぐらいね本の判定が広い場所でしてだから秋葉原でも自然入手苗の自然入手ができるんじゃないかなって思ってきたんですよちゃんと本のピクミンがね出るまで粘ろうかなって考えております あでも言うてね、表参道は1時間半しかいなかったけど、まあ、秋葉原はね、えー、っと、何時だろう、えー、っとね、0時半なんですよ、0時半で電車が来るのが大体5時半ぐらいなんで、5時間、5時間粘りますよ、本ピクミンが出るまで、いやー、さすがにね、5時間もいたら出るでしょ、1匹ぐらい。で、今回は探知機禁止、もう自然発生のみです。で、秋葉原のソース自体は、あーどうだろう、探知機は打てないですよ、もう6択なんで。 本判定が常にあるけど探知機は常に6択みたいな、まあ、難しい状況なんでねなんとか自然発生でねやっていきたいなと考えておりますではやっていきますえ深夜0時半なんですけど秋葉原はねこんな感じですね普通に明るいですねなんか全然終電後って感じの雰囲気じゃないですよねまあそれゆえね秋葉原はねこの時間帯、まあ、終電が過ぎた時間帯でもね空いている飲食店とかたくさんあるんでねどうしよう まあ戦い長い戦いになるだろうからまずはご飯でもね先に食べようかないやーご飯美味しかったそばかでも言うてさすがに終電過ぎたら空いてるお店はなかったですねなんかラーメン系ばっかでちょっとさっぱりしたも食べたいなと思ったからそばにしたんですけどこんな時間だから人がいないですよ秋葉原はね人がたくさんいて撮影がしづらいから 今日はあるる意味チャンスかもしれないでですよ秋葉原こうやって撮影できる信じられないですよねこれでもう1時過ぎですからめちゃくちゃ明るいっていう面白いねお店が開いてないか見ていきたいですねこの時間帯あんま来ることないんで秋葉原で秋葉原って不思議なことにねまあ本判定があるのはなんとなく、まあ、わかると思うんですけどまあ不当人誌とかね本屋さんとかいっぱいあるからねでもね美術館判定があるんですよ秋葉原 どこ歩いてもいやどこ歩いてもじゃないか一部で美術館判定がなぜかあってで結構広いんですけどでこれが何の判定なのかっていうのはよく分かってないんですけどでもなんかフォロワーさんがね秋葉原の美術い取れたって方がいましてでど何のないですかって聞いたらなんかね同人グッズをあっ美術ってそれもありなんだって <laughs> ちょっと思いましたねびっくりしちゃったな。 だから秋葉原とかね池袋もしかしたらね美術内割と拾いやすいのかもしれないです、まあ、ただ僕は1回も拾ったことないんですけど、まあ、美術内も今回ちょっとね狙っていきたいなここは普段だったらにぎわってるパーツ街っていうのかなまあでも何て言うんだ今ここ何て言うんだろう,ここう,だろうビラビラ通りかパーツ街のどっちかだと思うんですけどさすがにね終電すぎたら、まあ、勧誘するお客さんもいないしね 全然人はいないなですよおーこんな時間に空いてる店があるんですねてかこれこの店まあ前からあることはしてたんですけどこの店って確か何倍にもありますよね大阪の全国展開多分してんのかなあの半額専門店っていってもしねその半額でないものがあったら持ち帰っていい持ち帰っていいっていうね変な店なんですけどまあ非常にね安い値段で雑貨とかね日用品が。 売られてるお店です。まあ、食品とかもあるかな？どうしよう？この店じゃあ行ってみるかな、えー、さっきの店にね。色い々ろいろ買い物してきて、豪遊して250円分の買い物になりましたね。<laughs> なんだ250円で豪言っていや。でも本当にね。まあいろいろ買ってきたんで、じゃあ見ていきますか？じゃあまずこれから行きますかね。お<ら>韓国のり。<laughs> おかしいでしょ。これだけね。単品で売ってるんです。韓国のりが。 ただね、今回これが一番まともなんじゃないかな。えっとね、韓国海苔、いくらだこれ、えっとね、80円ですね。<laughs> 3パック入り80円で、これ絶対バラ売りされてるものでしょ。でもちょっと面白くてね、何が面白いかというと、これ、国内製造って書いてあるんですよ。国産韓国海苔っていうね、結構、なんだろう、珍しいですよね、こんな。 どこにも韓国語が書いてない韓国のりなんてなかなか見れないんでねつい買ってしまいましたそしたら食べていきますかねこれ韓国のりいきましょういただきますうわー待ってこれめちゃくちゃうまいやばいなんだこれ本家韓国のりより普通にうまいんですけどなんだこれ韓国の韓国のりって どっちかとというしなしなしてるじゃないですかでもこれはねちょっとパリパリ寄りパリパリしててすごいね日本の海苔と韓国のりが融合したみたいなそんな感じの味でしたねうわこれね最高にうまいわまちょっと待ってもう一回買ってこようかなマジでうまいですそしたらじゃあ次いきますかえー、っとねこれヤマトのどら焼きですね小倉 これまあ変哲何の変哲もないどら焼きなんですけどこちらのお値段なんと30円でございます <laughs> いやあの半額専門店って言っても僕この商品売ってるとこ見たことないのよ <laughs> だから半額かどうかもちょっとわからないわけまあ30円だからもうそらくね半額なんでしょうねじゃあこれも食べますかああはい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 すごい駄菓子よりの風味というかああなるほどねなんか駄菓子でパンケーキみたいなのってあるじゃないですか それにあんこを挟ん,でみ挟んだみたいなそんな感じの味わいですねじゃあ次行きますこれこれ何だと思いますこれこれねコールドブリュー、まあ、コーヒーなんですよ水出しコーヒーかななんか BTS モデルのね水出しコーヒーなんですよあ見てください僕ちょっとあの申し訳ないんですけど BTS に関しての知識はちょっと全然なくてもうのファンの方にはちょっと申し訳ないんですけどこちらね お値段なんとね90円で売ってましただ90円だったら普通のコーヒーの値段と同じなんて思うかもしれないじゃないですかただこれびっくりするのがねあのこれの定価がねなんとね <laughs> 500円だそうですこれはね多分相当ね美味しいですよ味,味に期待ができますよだって元ね500円するんだもんじゃあこれも飲んでいくかいただきますこんな夜にコーヒーああああ,あのねすっきり系 なんかね缶コーヒーでてね飲んだらその下になんか変なちょっと雑味とか香料感があるじゃないですかなんか香料がちょっと下に残るみたいな感じそれがなくてなんかスッと消えてくみたいなスッと入ってきてスッと消えてくみたいなあの高級コーヒーの味わいですよただねその美味しいですねいいねでもただ90円のクオリティではないですねこれが90円で飲めるなんてほんとお得ですよはい最後です <laughs> なんでこんなもんが売ってるのって話ですけど酸素管ですねあの呼吸とかが苦しくなった時に吸うとねその頭に酸素が回ってね復活するみたいな <laughs> これね50円で売ってました <laughs> 酸素管<缶笑> <laughs> んでなんで売ってるのって話すなと何で50円までいやこれ絶対ね定価1000円ぐらいしますよこれこんなだってすっごい立派なパッケージでえう そんなバカなって思いましたもんにこれ開けますかじゃああなるほどねこうやってくっつけてあこれでプシュって押せば酸素が吸引されるわけだこれで皆さん準備完了ですねちょっとじゃあ早速僕もね試していこうかなあやこれが効いてるのかどうかがちょっと分かんないな試してみたんですけどね 自分が酸欠状態にならないとこれはちょっと効果が分かんないなちょっとね酸欠になった状況でなこれをね初めて使ってみようかなとちょっとね自分が酸欠でピンチになった時にねちょっとこれでねしのこうかなと思いますやべえこんなに楽しめてこんなに楽しめて250円は非常にお得かなと思いますてかこの韓国のりはマジでうまいこれはもうリピートですねちょっとまた後であの場所に戻って買いに行きますあれからまあ2時間ぐらいいるんですけどね お使いは1個だけ出ただけでここにプルーンのお使いが出ただけで苗自体が出てこないですねなんでだろうさっきなんだ浅草はじゃない表参道と渋谷で苗いっぱい出しちゃったからかなえー、ちょっと気になるなあのりがついてちょっとここに汚いなまあ秋葉原自体でももともと苗をたくさん拾ってるっていうのがあるのとあとなんだろうまあねその連続で苗がたくさん出現し続けてくれるというわけでは多分ないのかもしんないですね うん、もうちょっとね、まあ、待つ必要があるのかな、えー、今ね朝の4時ぐらいですねカラスのね鳴き声が聞こえてくるいい時間帯ですわ結局ね秋葉原をね、ま、んべんなく歩いた感じでで、ま、んべんなく歩いて秋葉原に歩くのにちょっと飽きちゃった結果今ね上野まで歩いてきちゃいましたね結局秋葉原で豆本拾う企画ってどうなっちゃったのって話なんですけどうわ待って ちょっっと待って上野で出ちゃってるマジかうわこれは想定外だえっ、ー、とまず普通にこれ野良のフルーツが1個出たのとうわ電車マジかそっか想定外だ完全にあでも大丈夫秋葉原でもちゃんとね苗出てますうわ出てる出てるけどこれほら一度も行ったことない場所も今回歩いてみようかなと思って結構1回もね歩いたことないところを歩いてったんですけどこれどう見てもこの 黄色とか分かりますこれこれ絶対にね水辺です100%ほらもういい加減にして <laughs> マジかよもうそっかそっかでこれもおそらく水辺なんじゃないかなあこっちは飲食あるのあるありましたね確か秋葉原に <laughs> あーもう待ってやばいんぞちょっとね想定外のことが起きちゃったでこれは何だろうこれこれはねワンチャン豆本の可能性あります見ていきますか ああ美容師。秋葉原美容師少ないんだけどな。なんで出ちゃうんだろう。珍しいですね。で、これなんだこれは、えー、っとね、UDX のあたりだから、えー、なんだろう、飲食とかかな。道端か飲食だと思います。道端か飲食か、えー、なんだろう。あ、なんか電気消えた。びっくりした。あ,あ、道端だ、もう。伊達成屋、あ、でも伊達成屋ってあれですよ。あの、飲食店だった気がするんで。 えー、あ飲食店が道端になっているパターンですねいやーちょっとねまた残念な結果にな,なっちゃったなこれ1233つ4つ苗自体は確かに出てる苗は確かに出てます苗は5個出ました5個出た上で、まあ、僕が欲しかった苗は出なかった、まあ、僕が欲しかった苗は出なかったけれども、まあ、苗はたくさん出るよってことは証明できましたね自然発生でね苗を出したい企画もうちょっと頑張ってみようかなと 思いますうーん次は次はどこ行こう美術館かなそれこそ国立新美術館あそこに行きたいなあそこだったらねまああれだけ広いんだから美術館内たくさん撮れそうだしそれでは今回はねこの辺で以上とさせていただきますありがとうございました